ウィリアム・ラト・クリフは、ェーザーリキュイが1861年から1868年にかけて作曲した3幕からなるオペラ。1869年2月14日、サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場にて、エドワルド・ナープラブにーク式により初演された。この作品は1900年にも、ミハイル・イッポリとフイワノフによって、モスクワで再演されているが、 ロシアにおいても西側諸国においてもスタンダードなレパートリーとはならなかった。にもかかわらず、このオペラはロシアの芸術音楽の歴史において非常に重要な位置を占めていると言える。それは、これがロシア5人組の作った作品の中で初めて上演に至ったオペラだからというだけではなく、彼らの試行錯誤と互いに刺激し合うことで生まれた音楽的特性がこの作品には、 現れているからである。このオペラの題材はミリー・バラキレイフからキュイに持ちかけられた。ミリーはリムスキー・コルサコフのように曲の偏作曲も行う人物であった。ハインリヒ・ハイネ作でバシー・リー・ジュコフスキーによるロシア語の陰文訳同盟の悲劇に新たにビクトール・クルイロフが死を過失したものをキュが脚色した。クルイロフは以前からキュのオペラに関係している。 台本作家でカフカスの捕虜やマンダリーナの息子も彼による台本である。ハイネの原作では彼自身が生きた18世紀のスコットランドが舞台となっているが、このオペラにおいては17世紀に時代を移している。このオペラの題材は、後のいくつかのオペラでも使われており、その中でも四半世紀後に初演されたピエトロ・マスカーニのグリエル・モラト・クリフが有名である。 この話は19世紀初頭のドイツにおける宿命劇の監修によっており非常に血生臭い。たくさんの関連する動機と出来事が上演のカーテンが上がる前から存在しており、それが長大な物語の中で描写されていくにもかかわらず舞台上の演技はほとんどの時間を通して非常に性的である。ハイネの原作から大きく外れている点は第一幕の結婚式のコーラスと 第二幕第一場における酒場での意味深な書の祈りのエピソードが滑稽なが主張のシーンに変えられている点である。ラトクリフ役のアイエーメルニコフ、1869年昔、マクレガーの妻ベティは、ウィリアムの父、エドワード・ラトクリフと恋に落ちた。マクレガーが嫉妬からエドワードを殺すと、ベティは悲嘆のあまり死んでしまう。エドワードとベティの幽霊が、マクレガーの娘、 メアリーの婚約者を二人殺したウィリアムの前に現れる。密かにウィリアムを慕っているメアリーだったが、マクレガーの城ではダグラスとの結婚式の最中だった。招待客たちは結婚を祝い、マクレガーは夫婦を祝福している。しかしマーガレットが、どうしてあなたの剣は血で赤く染まっているの、エドワードと不吉な歌を歌う。それがダグラスを苛立たせ、 メアリーが彼をなだめようとする。ダクラスは路上で追いはぎきに襲われたと語り、メアリーはそれを聞いて気を失いそうになるが、なんとか気を持ち直す。ダクラスは見知らぬ男に助けられたという。マクレガーはメアリーと招待客を祝宴場に送り出した後、ダクラスにメアリーの二人の元婚約者に怒ったことについて、詳細を打ち明ける。祝福の歌が鳴り響く中、 ラトクリフの代理人のレスリーが決闘の申し込みを伝えに来る。酒場では常連客たちが酔っ払いのロビンを馬鹿にして面白がっている。レスリーは結婚の歌を歌っている。ラトクリフが入ってきた時、お客たちは寝てしまっていた。彼はレスリーに抱き合おうと互いに手を伸ばす二人の幽霊の話や子供時代のメアリーとの思い出、また彼がなぜ メアリーの二人の婚約者を殺したのかを語った。彼の目の前に幻覚が現れたが、酒場の客が起き出したので、ラトクリフとレスリーは酒場を出て、家に帰り眠りについた。黒岩のそばでラトクリフはダグラスを待っている。後からやってきたダグラスはラトクリフが彼を強盗から救ってくれた男だと気づく。しかし約束された以上決闘は行われ、ダグラスは重傷を負い、 ラトクリフが立ち去る。ラトクリフがハットアレに帰ると、魔女たちが彼を嘲笑うのが聞こえ、雷と稲妻と風が飛び交う中それから逃れようと走り出す。メアリーは寝室でマーガレットにウィリアムがどれほど愛しかったか、彼が婚約者で彼女に向かって手を伸ばしてくれることをどんなに夢見ているかを語っていた。彼女が自分の母親に何があったのか尋ねると、 マーガレットはその出来事について話した。誰か部屋に入ってきたので、マーガレットはエドワードかと勘違いしたが、それは怪我をしたラトクリフだった。メアリーが怪我の手当てをしてやる。その時マーガレットが再び歌い出した。それを聞いたラトクリフは発狂し、メアリーを殺す。助けを呼ぶ声を聞いて、部屋に現れたマクレガーも殺した。 その後ラトクリフはアルコーブに向かいそこで自殺した。そこに二人の幽霊が現れ抱き合う。ダグラスと招待客らがやってきて、怒った悲劇に驚く。ありがとうございます。